吉野さん、地下アイドルローカルアイドルさんっていうのもい,るいますしそれからねあの地方だけで人気なパーソナリティとかもいると思うんですよいわゆる地方芸能人とかね全国ではないけども地域ではよく知られているとかあとインディーズですよねインディーズの世界ではあものすごく人気でナンバーワンなんだけどもでもーワールドワイドに出ると誰やそれみたいなね箸の棒にもかからないような だから自分のマーケットの大きさに応じた立ち位置があって私たちはその裏通りの中華料理屋さんみたいなもんですよねお客さんは大体何全員でも20人か30人ぐらいなんだけどもでも足しげく通ってくれてどっかよそに行くにしてもいやーこの味じゃないとダメなんだよねとかね、あのー、班長っていうやつがあるじゃないですか怪獣の、あのー、スピンオフ作品にで班長が地上に出てきた時に なんか、懐かしの中華料理屋に行って、あ、メニューのコクが折れてる。これまだ使ってるんだ、みたいなね。で、えー、オムレーツライス。おぉ、なんだこのオムレーツライスは。いやどっちを頼もうかな。カニチャーハンがいいんだけどな。オムレーツライス頼んじゃった、みたいな。そしたら、親父が、はい、カニチャーハンみたいな感じで。あれ、頼んでないけど。あれ、そうだっけなんか、いつも頼んでたからさ、ついつい出しちゃったよ、みたいなね。ああいうふうな、あれですよね。味わい深さ。あ、俺のことをそこまで分かってくれてたんだ。嬉しいな、みたいなね。 ああいうふうな、ローカル店ならではの心遣いっていうんですか。まあ、あれがなんかね、私たちの立ち位置じゃないですかね。うん。あ,あ久しぶりみたいな感じだったりとか、あのー、なんていうんですかね、横のつながりで、たまに吉田さんが出てきたりとか、奈美さん出てきたりとか、他の誰それさんが出てきたりとか、俊恵君が出てきたとかね。<laughs> なんかあんな感じとかね。わしずさんまたいたんだみたいな。さるが来たみたいなね。まあ、そんなんがポロポロポロ出てきて、たまにね、和田直樹みたいな田に <laughs> も出たりとかして、どうしようもないやつだね、みたいな。 ねうん、なんかそういうふな、うん、良さがありましたねなんかねローカルなローカルな良さでもローカルでもやっていけるしローカルが一番多いんですよね脚光を浴びる王長島っていうのは一人二人うんイチローだって一人二人しかいないけどもでも地方のすごく頼りになる野球バカみたいなの結構いると思うんですよね、うん、だからそういう人に私たちはやっぱり支えられる地域一番点っていうんですかああいう風になっていけばもう十分なのかなと思うんですねいかがでしょうか